ですね。マリノスやや枚数薄い中で懸命に北野のボールがチャンスになってくるか。左足の強打、シュート決まりました。富山、なんと富山、これでここ4試合で3ゴール目ということになります。最後は左足一発で仕留めました富山です。前節も左足でしたかね。前節もあの早坂からもらってね、そのまま流し込んだシーンもありましたが、今のシーンもう一度ご覧いただきましょう。ここね、右に出すかなと思いきや、これも当たってますかね。